皆様どうもこんにちは。今日はですね、比較的安価なね、機材を挙げて、こういう機材だったらですね、天の川を撮ることができますよという、そういうものをですね、挙げていこうかなというふうに思ってます。天体写真っていうと、いくつか種類があるんですけれども、基本的にはですね、天体写真を始めようシリーズで言ってたような、天の川の写真ですね。そういった写真を、撮ることができる、比較的、安価に撮ることができるというふうな、ことを念頭に置いてですね、いくつか、カメラとか、レンズをピックアップしようかなというふうに思います。今までもですね、何度か、こういうことをやってきたんですけど、散発的にね、何本か動画上げてると思います。基本的にはこうメーカーを絞ってですね、キャノンだったら、キャノン、ニコンだったらニコン、富士フィルムだったら富士フィルムと、こうメーカーを絞ってですね、やってきたかもしれませんけど、今日は、それのね、総まとめに近いような、そういう形ですね。それでやっていこうと思います。それではですね、よろしくお願いいたします。で、天体写真を始めようシリーズでもなんですけど、あちらの方でもですね、こういったですね、型落ちのですね、比較的、値段の下がってるカメラ、そういうものをですね、使ってます。もちろんね、静野写真の方ではこういうカメラではなくて、高いカメラをちょっと使ってるんですけど、でも入門用のね、そういった、説明には、こういうわざわざ、安いカメラを使ってます。で、これはですね、天体写真を撮影する上で、必ずしも高価な機材が必要じゃないですよと、そういうことをですね、示したいと。で、どこまでね、追求するかにもよるんですけど、でも必ずしも高いものが必要ではないよということをね、ちょっと示したいので、わざわざこういったちょっと安いカメラとかレンズを使ってます。で、今回もですね、そういったものをあげようと思うんですけど、ただ安いカメラって言ってもですね、それは古くなればどんどん安くなります。もう今頃はですね、出始めの頃、デジタルの出始めの頃とかね、そういったカメラっていうのは、もうすごくね、もう本当にもう2000円、3000円で手に入るような、そういう時代になってきました。ただね、さすがにそういったカメラっていうのは、ちょっとね、天体で使うには厳しいっていうところがあって、写真を撮るとノイズまみれになるとかね、そういうところがあるんで、ちょっとそういうのは除外したいというところです。そこで、今回は、どういう条件をもとに挙げてるかっていうと、一つはですね、ライブビューモードが使えるということを挙げてます。で、このライブビューが使えると、ピント合わせがすごく楽なんですね。で、それがあるので、ライブビューが使えるよっていうのが、一つ条件として置いてます。で、二つ目は、常用 ISO 感度ですね。で、これが、3200以上ですよと、そういう条件を二つ目に置いてます。で、これなぜ3200かっていうと、後のレンズのところで、これはわかります。レンズの方もね、後であげようと思うんですけど、安いレンズになると、どうしても、こう、光学系のね、F 値っていうのが暗くなってしまうんで、それをカバーするために、3200以上という条件を挙げてます。で、3つ目は、価格ですね。そりゃね、高い、いくらでもね、お金を積めば、いくらでもいいカメラって手に入りますけど、それじゃちょっとあれだろうということで、できれば2万円以下、2万円を超えないぐらい、ちょっと超えてるのも一部あるんですけど、でもそれぐらいで手に入るよっていうね、カメラを挙げてます。で、それを、各ね、メーカーで代表的なものを挙げてみたんですけど、それ列挙するとね、こんな感じになります。2大メーカー、一眼レフの2大メーカー、キャノン、ニコンで、あとはね、ペンタックス、富士フィルム、パナソニックというようなところを挙げてみました。で、まずですね、一番やっぱり定評のあるのは、今まで僕の動画でも何度も話題に挙げてきましたけど、キャノンのね、EOS KISS シリーズっていうのは、すごく定評のあるものです。で、これはね、昔から、本当に初代の頃からね、デジタルの初代の頃から、すごくね、いいという、評判がありまして、これに関してはね、もう今更言うまでもないかなっていうぐらいです。それぐらいですね、すごく、評判があって、X3、X4 なんていうのは僕も使ってました。これでね、ちゃんとライブビューモードも使いましたし、天体もね、ちゃんと撮れましたというのがあります。で、X5 は使ったことないんです
けれども、これはね、X3 とか X4 よりも、まあ、やや高くなってます。で、X3、X4 っていうのはね、この背面の液晶ですね。もうこの背面の液晶がこう固定式なんですけど、X5 っていうのはね、これはね、チルトなんですけど、バリアングルなんですよ。こういう風にね、パカってこう開くタイプなんで、とても天体写真で使いやすい、そういったモデルになってるんですよね。なので、X5 はね、特に天体に未だにね、使われてる方もいらっしゃるぐらい、まあそういった名機になってます。僕はちょっと使ったことないんですけどね、まあ性能自体は X4 とあんまり変わらないんですけど、そのバリアングル液晶っていう点でね、すごく便利だという風なことが言われてます。で、あるいはね、ミラーレスでもいいです。ミラーレスのね、EOS M シリーズってあるんですけど、これ今ちょっと手元にもうなくなっちゃったか。手元にもうなくなっちゃったんですけど、天体写真をはじめようシリーズでもですね、使ってたものです。まあ、これは、僕がね、これで天体写真は撮れますよというようなことを示しました。ちゃんとですね、天の川を撮れますよっていうようなことを示しました。出た時はね、どうしてもちょっとノイズが多いとか、ミラーレスなんで、放熱性が悪いとか言われてましたけど、まあ天の川を撮ってね楽しむ分には問題はないかなというふうに思ってます。これもちゃんと使っていける、そういったモデルになっていると、僕は思っています。で、まあキヤノンはこういうところですね。で、ニコンに関しては、D5100 っていうモデルがあって、これがですね、なかなか、僕のおすすめのモデルで、まずですね、バリアングル液晶なんですよ。で、一つ目はね、このバリアングル液晶っていうところでおすすめで、二つ目はね、価格が結構安いんですよね。で、14,000-15,000ぐらいでもう手に入ります。で、KIS X3 とか X4 が大体それぐらいなんですけど、その X3 とか X4 と違って、バリアングルなんですよ。なんで、14,000-15,000で手に入るバリアングルっていうことで、この D5100 っていうのはね、なかなかおすすめです。で、あとね、微速度、あれかな、微速度撮影みたいなことも確かできたはずなんですよね。インターバル撮影みたいなね、そういった機能があって、タイムラプスをね、まあ、カメラ内部では生成できないんですけど、確かね、そういった機能があったはずなんですよ。何秒おきに、何秒露光で撮影するみたいなね、そういう機能があったはずです。すいません、ちょっとなかったらごめんなさいなんですけど、そういったタイムラプスもね、見込んで使えるっていうことで、このニコン D5100 っていうのは、僕個人としてね、なかなかおすすめかなっていうところです。最近ね、このセンサーを使った、冷却 CMOS っていうのが出てきましたね。QHY168C という、まあ、そういった、QHY-CCD の、CMOS カメラ、冷却 CMOS カメラっていうのが出てきたんで、まあ、天体写真にもね、そういった意味ではこのセンサーは使っていけるということなんで、D5100 っていうのはおすすめのモデルかなってとこです。まあ、同じね、バリアングルでも、X5 っていうのは、2万円まだ切れない、21,000円とか22,000円ぐらいになると思うんですけど、まあそれよりもね、4,000-5,000円ぐらい安いです。まあそういった意味でも、D5100 なかなかおすすめできるんじゃないかなというふうに思ってます。で、あとはですね、赤の写りが比較的いいと言われているですね、そういったメーカーですね。ペンタックス、富士フィルム。こういったところに関してはですね、なかなかこう赤の写りがいいと。まあ赤の写りっていうのは、Hα ですね。それの写りがここら辺はいいよと言われてます。で、ペンタックスだったらね、これ一眼デジタルレフタイプになるんですけど、ミラーレスではなくてね、一眼レフタイプになるんですけど、K30 っていうのがですね、なかなかもう安くなってます。これがですね、2万円もう切れてるかな、安いとこだと多分2万円切れて手に入ると思うんですけど、切れてないかな、ちょっとまあ微妙なその境目になってくると思うんですけどね。でもこのペンタックスの K30 っていうのは、まあまあ安くて、天体が撮れる、そういったモデルになってると思います。で、もうちょっとね、値段を積めばね、お金を積めばね、K5-2S っていうのがあるんですけど、そちらはちょっとね、値が張ってしまって、まだ34,000-35,000円ぐらいするかなというとこですね。まあちょっとそれよりも前の型落ちモデルになるんですけど、K30 っていうあたりは、これはね、なかなか、天体写真でも使っていけるモデルかなと思ってます。まあ、ペンタックス最大の特徴は、アストロトレーサーというものがありまして、赤道儀を使わずともね、簡単にこう追尾撮影ができるという、まあそういったものが出てるので、ペンタックスのね、K30 っていうのは、そういったものも使っていけるということで、おすすめできますね。
ペンタックスはね、オールドファン、天文のね、オールドファンも結構いらっしゃるんで、まあそういった意味ではですね、なかなか、なんていうのかな、天体にも、まあ適したメーカーというか、そういう風になってると思いますね。まあ、リコーペンタックスですけどね、今は。その中でもこの K30 っていうのは、なかなか安くなった、そういったモデルになってます。で、富士フィルムはね、本当にね、どのモデルも、赤の写りがまあまあ良くって、まあその無解像でもね、成型写真程度なら使っていけるという、まあそういうモデルになってるんですけど、その中でもですね、一番安いのがこちらの XA1 っていうね、そういうモデルになってます。XA1 はね、もう値段もですね、1万2、3000ぐらいになってまして、もうすごくコンパクトなね、本当これに近いです。この NX5R に近いような、そういったカメラになってるんですけど、まあコンパクトなね、ちっちゃくて、しかも赤の写りがまあまあいいという、そういうモデルになってます。なんで、まあ M1 とかね、E1 とかいろいろありますけど、一番安いのがこちらの XA1 ですね。これはね、本当に安くて赤の写りがいいモデルなんで、天体写真だけのことを考えるなら、これはかなりおすすめできるモデルかなというふうに思います。で、あとはね、コンデジになっちゃうんですけど、パナソニックの、LX7 ですね。これもね、僕としてはおすすめできます。LX7 はね、もうミラーじゃない、レンズもついてて、コンデジなんでね、レンズもついてますんで、で、あれね、確か F2 だったかな。明るさがね、24mmF2 のね、広角端が確か 24mmF2 だったはずなんですけど、まあそういうね、明るいレンズも相まって、なかなかね、天体でも使っていけるモデルになってるということですね。まあ、今はね、ちょっとそのワイコンアダプターっていうのがね、もう生産が、終わっちゃったんで、なくなりましたけれども、そのワイコンアダプターをね、使えばですね、もっとね、価格を広げて楽しむこともできたりします。LX7 もなかなかね、天体写真でも、まあ、こう、天の川を、撮って楽しむ、それぐらいであれば、この LX7 もね、なかなか評判のあるモデルということでした。でもう値段自体もですね、最近は2万円切れてきてるかな、どんどん落ちてきてる段階なので、もうね、そう、カメラとレンズでセットで入ってるんでね、他のね、この上の方はレンズ交換式カメラなんで、これと別途レンズを買わなきゃいけないんですけど、もうこれはね、もうレンズを買わなくていいです。まあそういった意味ではですね、最終的には安く上がるかもしれませんね。まあそういった意味で、まああとコンデジなんですごくちっちゃいですし、まあおすすめできるかなってとこです。ということでね、こういったまあカメラに関しては、いろんなメーカーがありますね。で、まあ、どれもね、一長一短ありまして、いいところがあって、例えばね、ライブビューの出来で選ぶならもうキャノン一択だと思います。他のメーカーと比べてね、他のメーカーはね、ライブビューが使いづらいとか、拡大率が低いとかね、そういう問題があって、いまいち使いづらかったりするんですけど、キャノンに関してはね、昔からこう、ライブビューの出来がいいというふうに言われてます。今もそうなんですけどね。なので、天体写真ではキャノンしか使わないっていうね、そういう方は、そのライブビューの出来とかね、そういうところを重視されている方も、まあ、中にはそのファクターの一つにね、いろいろあるんですけど、そのファクターの一つに、ライブビューの出来というのがありますね。なんでそういった、ライブビューを重視するならキャノンかなと思います。で、赤の写りですね。HR5 領域の写りを重視するなら、まあ、K30 とか、XA1、そこら辺がですね、なかなかおすすめになってくるかなと思います。本当にね、ペンタックスとか富士フィルムっていうところに関しては、全体的にこう赤の写りがいいんで、2大メーカーよりもね、こちらの2大メーカーよりも、赤の写りがいいんで、まあそういった意味では、最終的な出力される写真を考えるのであれば、K30、XA1、これはですね、どちらもおすすめですね。で、ニコンはですね、この D5100 は、1万4、5000でですね、たったの1万4、5000でバリアングル液晶がついてくるっていうのがね、それがおすすめの点なんですよね。で、こう、バリアングルがあってね、すごく撮影にね、便利なんで、で、あとね、ISO 感度もちゃんと6400までありますんで、こう、値段を考えたらね、かなりおすすめできる、そういった一眼、レフですね、まあそういったカメラになってるかなと思います。で、パナソニックの LX7 は、こちらはですね、最終的にね、レンズ込みであるんで、まあ、最終的にこう値段を抑えたいっていう方には、おすすめできるかなというふうなところです。まあ、ということで、最後まとめるとね、どれもまあ、一長一短、まあ、
このメーカーはこういった特徴がありますよと。で、このメーカーはこういった特徴がありますよっていうところがあるんで、まあ最終的には自分のね、今までのレンズ資産だとか、実際に手にしてみてっていうところはあると思うんですけど、まあこの中のどれを使ってもね、大外れはないと思います。どれも天の川をちゃんと撮っていけるような、そういったカメラになってるのではないかなというふうには思いますね。で、ちなみに僕はね、総合的に考えてこちらのね、あんまり、正直なところおすすめはしないんですけど、ソニーのカメラを使ってます。ソニーのね、カメラは、今までも散々上げてきましたけど、スターイーター問題っていうのがね、ちょっとありまして、天体写真を撮っていく上では、ちょっと不利なところはあるんですけど、ただまあ、こう、夏の天の川をね、映すぐらいだったら、正直そこまで問題にならないかなっていうのはあります。なので、僕はね、この NX5R を使ってます。これはね、とにかく動画に強いです。ここにね、上げてるカメラ、ここに上げてるカメラのどのカメラよりも、動画に強いです。で、しかも、値段もですね、今もう1万3000から4000ぐらいかな、それぐらいで手に入りますんで、僕はですね、これを使ってます。そういった、まあ、総合的なね、ことを考えて、まあ、使ってるんですけど、まあ、ただ、天体写真だけを考えるのであれば、こちらに上げた、ここら辺の機種の方が、よりいい写りをするかなというふうには思います。それでは、今まではですね、こう、カメラについて見てきましたけれども、続きまして、レンズについて見ていこうかなと思います。おすすめのね、レンズをこちらでいくつかピックアップしましたので、それについて見ていこうかなと思います。で、条件としてはですね、こちらの条件としては、フルサイズ換算で、焦点距離が、24ミリ以下になること、24ミリよりも広角になること、それをですね、まず一つ目の条件として挙げました。で、二つ目は、明るさですね。レンズの明るさが、少なくとも F4 よりも明るい。数値が、4よりも小さいということを二つ目の条件として挙げました。で、三つ目の条件は、価格がですね、どんなに高くても、3万円ですね。まあ、中古なんですけど、中古で見たときに、3万円を切れること。その条件を、三つ目加えました。なので、値段としてはですね、3万円以下というところで、絞ってます。まあ、その3つの条件を満たすレンズをいくつかピックアップすると、まだいくつかあると思うんですけどね。まあ、ピックアップすると、まあ、こんな感じですね。まあ、基本的にはタムロン、サムヤン、シグマ、トキナ、ここら辺のですね、安いレンズのある、サードパーティーの中から探していくことになってきます。で、まずですね、これは僕も使ってたレンズなんですけど、タムロンの、1024、タムロンですね、タムロンの1024の F3.5 から F4.5、これはですね、僕も使ってました。で、このレンズはですね、EOS60DA に搭載して使ってたんですけど、まあ、うるさいことを言わなければね、10mm でも十分使っていきます。10mm の開放でも、十分使っていきます。で、まあ、ちょっとね、さすがに周辺に行くとへたりが大きいんでね、その場合ちょっと隠したいときに、こういうね、ディフュージョンフィルター、こういうのを使ってみるといいかなと思います。ソフトフォーカスフィルターですね。ここら辺のレンズっていうのはね、どうしてもちょっと性能的に、劣るところがあるんで、ソフトフォーカスフィルターとね、併用された方がいいかなというふうには思ってます。いろんな弱点がどうしても出てきちゃうんでね。ただ、こういうのを使うと、ちょっとね、打ち消すことができるんで、まあ、こういうのね、併用する方がいいと思います。で、まあ、その併用するっていうね、その前提で考えると、この1024、タムロンの1024 3.5 っていうのは、値段がね、2万円ぐらいで手に入りますし、まあ、そこそこ、比較的、まあ、軽いレンズになりますんで、まあ、これの旧型の方ですね、旧型の方、なかなかいいんじゃないかなというふうには思います。で、今ですね、今持ってるレンズは、こちらのサムヤンのレンズなんですけど、サムヤンのですね、12mm の F2、こちらのレンズを、まあ、今使ってますね。これはですね、詳しい、まあ、レビューとか、そういうのがありますんで、まあ、詳しいところはそちらをね、見てください。まあ、どんな弱点があるのか、どういった特徴があるのか、そういうのはですね、そちらの方を、まあ、見てください。で、これはね、ただし、ミラーレス専用です。例えば、EOS M だとか、富士フィルムのさっきのね、XA1 とか、まあ、XE1 とかいろいろ富士フィルムの、ミラーレス。あるいは、ソニーとか、そういったミラーレス専用になってきます。ソニー言っちゃったっけ？
まあ、もう忘れちゃったんですけどね。まあ、ミラーレスとか、あとマイクロフォーサーズですね。オリンパスとかパナソニックのマイクロフォーサーズ専用になってきます。なので、一眼レフタイプでは使えません。キスシリーズだとか、D5100、あるいはペンタックスの K30、あのあたりでは使っていけないので、ちょっとそこら辺は注意が必要です。まあ、ミラーレスを使いの方は、これを検討されてはいかがでしょうかというところですね。値段も2万円ぐらいなんで、比較的お安く手に入る。まあ、マニュアルフォーカスオンリーなんですけど、天文では全然問題ありません。むしろマニュアルしか使わないので、全然問題ないです。サムヤンのね、この 12mmF2、こちらも、そこそこおすすめですね。で、あるいはね、シグマはね、まあ、いろんな、レンズ最近出してて、結構、まあ、アートラインのレンズとか高くなってきてますけど、昔のレンズはね、安く手に入ります。で、まあ、1020の F3.5 っていうレンズがあるんですけどね、これ僕は使ったことないんですけど、まあまあ、おすすめのレンズがあって、1020F3.5。ただ、値段がね、これ3万円ぐらいしたはずなんですよ。ちょっと高いです。他のレンズと比べて、ちょっと値段がやや張るかなってとこですね。2万5000から上は3万円ぐらいしたような、そういったね、印象を持ってます。なので、そこまで安いレンズではないんですけどね。でもまあまあ、こちらについては、使っていく分には、いいかなというふうには思ってます。製造とかそこ、星のね、像がね、どうなってるか、そういうところについては、ちょっとね、僕は使ったことがないのでわからないんですけど、まあ、値段なりとは思いますけどね。それでも広角端が 10mm、フルサイズで、ニコンとかだったら 15mm、キャノンだったら 16mm というとこなんで、まあまあ、いいんじゃないかなというふうには思いますけどね。F も 3.5 なんで、3.5 ならね、天の川を映すことができるというのは僕がね、実例を示しましたんで、まあ、これも選択肢に入ってくるのではないかなと思います。で、あとはですね、トキナ。トキナの、これはね、僕も使ったことのある、1224の F4 ですね。こちらのレンズはね、面白いレンズでね、24mm だったらね、フルサイズでも使えます。実際、僕がですね、EOS 5D Mark II に、搭載して使ったんですけど、24mm のね、F4 だと全く蹴られずに、フルサイズで使えるんですよね。まあ、周辺に行くとね、さすがに倍率の色収差っていうものが目立ってきて、まあ、まずいところはあったんですけど、まあ、それでもね、一応緊急的にはフルサイズでも使えます。で、まあ、こちらのね、F はやや4と暗いんですけど、まあね、天体写真でもそこそこ使っていける、まあ、そういったモデルになってます。これはね、値段が2万円から2万5000というところで、ちょっとね、ややややはりお高いかなっていうところはあるんですけど、高めの方ですね、値段的にはシグマの月に高いです。まあ、それでもね、天体では、十分使っていけるかなというところですね。で、最後にですね、純正です。EOS M なんですけどね、EOS M にしか使えないんですけど、キャノンの純正のレンズですね。まあ、値段だけで言えば、この中では一番安い1545の 3.5 から 6.3。まあ、これに関してはですね、僕がですね、天体写真を実際に撮影して、ちゃんとですね、夏の天の川が映りますよという、まあ、そういう実例を示しました。冬の天の川はね、正直ちょっと厳しかったです。なので、今からだとちょっと厳しいかもしれないですけど、夏場はね、こんなキットズームでも、十分なところです。で、あとはね、まあ、キットではないんですけれども、EOS M 用の広角ズームに1122の F4 から 5.6 というのがあります。まあ、F4 とちょっと暗いんですけど、フルサイズ換算 17.6mm ということで、よりワイドになるんで、実際のところちょっとね、露光時間を伸ばすことができます。で、しかも、天体に使われてる方も、そこそこいらっしゃいまして、まあまあ満足できるよと、まあ、値段で言えば、これぐらい映ればね、十分なところかなという感じらしいので、これもですね、選択肢に入ってくるかなと思います。ただ、純正ということもありまして、値段がこちらもね、3万円ぐらいはします。中古で3万円、まあ、切れたらいい方かなっていう感じなんで、まあ、ちょっと値段はね、このシグマの1020と同じぐらいになってきます。
で、まあ、そういったところはあるんですけど、まあ、安心の純正ですし、何よりもコンパクトなんでね、この1122も、おすすめできるレンズかなと思います。値段で言えばね、値段の順で言えば、シグマとこの1122が一番高いかな。で、その次が、タムロン、サムヤン、トキナ、このあたりがね、大体同じぐらいだと思います。まあ、一番安いのはね、これキットズームなんで、1545が一番安いですけど、ただまあ、画角がちょっと狭いです。15ミリなんで、ちょっとね他のレンズよりも狭いんでその分安くなってるかなというところです。まあフルサイズ換算で20ミリ切れようと思えば最低でもやっぱり2万円ぐらいは出さなきゃいけないかなってところになってきますね。ということで、本日はですね、こんな感じで、比較的安価な、カメラとか、レンズをこうメーカーをね、どこって限定せずにこうまとめてね、全部まとめて紹介してみました。カメラで言えば、こんな感じのとこですね。キスシリーズだとか、D5100 だとか、まあ、以下こんな感じの、まあカメラがありますよと。で、レンズであれば、こんなところ、まあ、タムロンとか、サムヤンとか、まあ、以下こんな感じですね。まあ、F はちょっとね、3.5 と暗めのものが多いんですけれども、まあ、サムヤンのね、こちらは単焦点なんで、ちょっと明るいんで、まあ、その分ですね、やや有利なところはあります。まあ、ただし、ミラーレスでしか使えません。まあ、そういった、条件はあるんですけどね、まあ、こんな感じのところがありますよというところです。で、まあ、一番安く組もうと思えば、この中で一番安く組もうと思えば、値段で言えばね、2万円切れて組むことができます。で、この中で一番高くても5万円、5万円ぐらいで組めます。まあ、なので、2万円から5万円ぐらいで、天の川の写真っていうのはね、撮ることができます。まあ、そういうことをね、今日はね、こう、こんな機材がありますよっていうね、まとめを、やってみました。ということで、今日はこれぐらいで終わりたいかなと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さようなら。